太陽の彩層、繊維層の磁場を計測するためクラスプと呼ばれる新しい装置が開発されています。クラスプは新しい観測手法と技術検証、確立を目的としたロケット実験です。日の出衛星は磁気流体波動や超音速まで加熱されたジェット現象を高級彩層の至る所で発見しました。このダイナミックな現象が彩層コロナの加熱に深く関連していると考えられます。太陽物理のフロンティアは彩層繊維層の磁場構造とダイナミックな現象を同時に観測することで開かれるとの認識が広がっています。衛星とは違って打ち上げてそれが落ちてくるまでのだいたい5分間で観測するものです。日の出衛星では見えないこの彩層繊維層の物理量を正確に測る手法を確立しようと。クラスプの打ち上げは2015年を予定しています。